じゃ、海外の売れ行き、完売タイムチェックしていきたいと思います。今週はシプリーム24年 SS シーズンのウィーク4ですね。スケートブランドのトイマシンとのコラボ、それからレギュラーアイテム、全部で20の新作アイテムが発売予定となっております。海外ではもう発売となりましたので、海外で人気だったアイテム、それから完売タイムが早かったアイテムなどをチェックしていきたいと思います。また動画の後半では着画もこの動画の中で一緒に見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。 はい。こちらは s プリ i プラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。えー、ということで、海外の売れ行きをチェックしていきたいと思います。えー、まずは s シプリムのヨーロッパ、ロンドンの方から見ていきたいと思います。まず、完売タイムから。一番早かったのが 2-in-1 の MA1 ベスト、えー、ネイビー。早いですね。15秒。えー、それから、トイマシーンのジップアップセーター。えー、これ、人気になってますね。ブルー。 ブルーが結構上位にたくさんランキングされていて、一番早くて16秒 XL。それから40秒台ぐらいでラージドスモールが売り切れになっていると。そしてトーマシーンのハリントンジャケット、レオパード、そしてチョーゼンワンのベースボールジャージ、ブラックなどが30秒以内ぐらいで売り切れになってきていると。トーマシーンのフーディーマジェンダーってこのピンクカラーですね。これも人気になってますね。 えー、トイマシンのワークパンツ、ブラック。えー、トイマシンのフーディは、ダスティーブラウンってから、えー、オリーブっぽいかなですけども、ダスティーブラウン。それからマージェンダー。この2色が人気になっていると。えー、それからトイマシンのワークパンツのレオパードはこのぐらいから、ブラックのが少し早かったっぽいですね。136秒なんで2分ぐらい。結構余裕ありますね。これ注目のアイテムですけれども。えー、チョーズンワンのベースボールジャージー。えー、これも人気があって、 で、2分ぐらいでバラバラ売り切れになってきているというような感じでした。タイムマシンのアイテム結構、えー、タイムにランキングしてますね。えー、フーディー、それから、えー、ハリントンジャケット、そしてワークパンツ。えー、このあたりが人気になっていると。あと、ベルトが入ってますね。ブラックが219秒。だいたい3分ちょっとぐらいか。レオパードはなかった。えー、ないですね。ブラックのが先に売り切れになったと。えー、そして、 販売状況を見ていいきたいと思いますまず、トイマシーンの、えー、ハリントンジャケット、これシシプリムのロンドンです、えー。ハリントンジャケットはレオパード、ブラックが売り切れ、オレンジ残ってます。えー、ベスト、えー、トイマシーンのベスト、これは売り切れになってますね。MA1、MA1 残ってますね。ネイビーとブラック、両方とも残ってると。 それからチェックの半袖シャツ。これは残ってる。えー、トイマシーンのフーディ。えこれは、えカラーからソールドアウト。ピンクと、えダスティブラウンってカラーが人気でした。全カからソールドアウト。そして、サルベーションフーディ。あ、これも結構人気になってますね。えヘザーグレー、ブルー、それからブラックが売り切れになっていると。えそれから、トイマシーンのセーター、フーデッドセーター。これも人気になってますね。両方とも売り切れ。 え、チョーズマンのベースボールジャージュ。これも人気ですね。これも全部ソールドアウト。え、ポッケティーは全部残っていると。え、それからトイマシンの T シャツ3型出ますけども、まずウェルカムトゥヘルはグリーンが人気。それが今残ってます。レベルキャットも全部残っている。え、フィストティーも全部残ってますね。ウェルカムトゥヘルのグリーンだけ売り切れになっていると。え、それからトイマシンのワークパンザー。 えー、レオパードのみ売り切れ。ブラックとオレンジは残ってますね。えー、それからウォームアップパンツは残っている。そして、これはキャンバスキャンプキャップ。ブラックのみ売り切れ。えーカモ柄じゃなくてブラックが売り切れになっていると。えー、メッシュバックのワイプパネル。これはグリーンが人気ですね。レオパードとブラックは残っていると。サルベーションニューエラビーニあーこれは前からソルトアウトですね。これが結構人気になっております。 えー、そして JBL クリップ。これ残ってるんですね。JBL クリップ。えー、それから、ベルトガチャベルは売り切れ。両方とも売り切れ。ブラックの方が早かった。そしてデッキも売り切れになっているというヨーロッパでした。そして US。US はどうだったのか。まず完売タイムから。超ョズンワンのベースボールジャージデザートカーモンが一番早い。14秒。えー、それから、エトイマシーンのフーデトセーター。 これも US でも人気ですね。ブラック、ブルーともに人気になっていて20秒から30秒ぐらいで、えー、バラバラーっと売り切れになっていると。ブルーのが少し全体感としては早い感じですかね。えー、その後にブラック1分前後ぐらいで結構売り切れになってきてるって感じですかね。えー、それから超前1のベースボールジャージー、ブラック、デザートカム、ブラックネイビー,、えー、3カラーともに結構ランキング上位に入ってますね。えー、それからトイマシーンのフーディー、 このダスティーブラウンってカラー。えー、このカラーが1分半ぐらいでバット売り切れになっていると。いう感じで。あ、これも入ってますね。サルベーションジップオップ。フとスウェットシャツ。ヘザーグレー。えー、これ人気になっております。US で。えー、それからレオパードのワークパンツ。これは142秒。ツインは M11 ベストはブラックが144秒とかってなっていると。ネイビーが153秒。そんな早くないですね。 ええー、ということで。大体、そうですね。EUS と EU 似たような感じでアイテム人気になっていると。完売状況を見ていきたいと思います。えっ、ー、と、まずはトイマシンのハリントン。これ全部残ってますね。ハリントンは売り切れになっていないと。EU ではこのレオパードとブラック売り切れになっておりましたけれども。えー、そしてトイマシンベスト売り切れ。2 in 1の MA1 は残ってると。EU、US ともに残っております。チェックシャツ残ってる。 それから、トイマシーンのフーディ。これは、全からソルダート。それから、サルベーション、ジップアップフーディ。これも、全からソルダートですね。これも人気になっております。そして、トイマシーンのフーデッドセーター。これも人気ですね。両から。ー、そして、超全ワン、ベースボールジャージこれも、全からソルダート。今週は、そうですね。もう、e、EU も US も大体似たようなアイテムが人気になっていると。そして、 ポケティ残ってると T シャツ、トイマシーンの T シャツ。T シャツは残ってるんですね。T シャツ全部残ってる。もちろん採掘ズ掛けはあると思いますけれども。そこワープパンツはやっぱりレオパードが人気になってると。ウォームアップパンツ残ってる。そしてキャンバス、キャンプキャップは、あ、これは US はカモ柄が EU はブラックのみ売り切りでしたけど。 US はカモガラが人気ですね。カモガラが全部ソールドアウト。メッシュバック5パネルはグリーン。これは同じです。サルベーションビーニー。これも全からソールドアウト。そして JBL クリップは残ってると。US EU ともに残ってる。そしてガチャビルはブラックのみ売り切れですね。レオパードは残ってると。そしてデッキ売り切れという形になっておりました。 えですので、レギュラーアイテムが結構人気になってきていると、ベースボールジャージとか、あと、サルベーションのジップアップフーディ、この辺結構人気ですね。えそれがトイマシンのアイテムだと、フーディーとセーター。この2アイテムが特に人気になっている。T シャツが全部余ってるのが意外ですね。それからワークパンツはレオバード。えファイブパネルはグリーンといったような感じ。ガチャベルブラック。えデッキ。この辺が、 海外で人気になっておりました。えー、そして後半は着画見ていきたいと思います。さあ、トイマシン、今週はトイマシンとのコラボです、えー。まずはハリントジャケットから見ていきたいと思いますけれども、まあ、これは本当に春らしいアイテムですね。本当にちょっとこう羽織るのにちょうどいいアイテム。えー、まだまだ T シャツとか半袖っていうのはちょっと寒いので、羽織り物を持って歩きたい。 えそんな時にちょうど良さそうなアイテムですね。ハリントンジャケット。スタンドカラーにもできるし、ボタン止めれば、このように襟を折って切ることもできるという感じで。使いやすそう,安そうなアイテムですね。これはレオパードカラーです。レオパードカラー。レオパード結構良さげですね。えー、これはワークパンツとセットアップできてますけど、この韓国の店員さんですね、これね。 この方は非常に似合ってますね。雰囲気が結構あるので。まあ、キャラクターによる、よりきりだと思いますけど、このセットアップでレオパードっていうのはなかなか難しい合わせですけれども。えー、ということで、レオパード。そしてブラック。ブラックカラー。レオパードとブラックカラーが人気でしたね。EU ではソルドアウトになっておりました。ブラックがやっぱ使いやすそうに見えますけど、でもレオパードもかっこいいですね。 はい。ここは刺繍っぽいですね。刺繍で入ってそうな感じになっていると。あと、オレンジ。オレンジカラー。3カラーで発売予定になっていると。えー、そこはベスト。ベストは人気でしたね。ベストは EU も US も売り切れになっておりました。日本でもおそらくこのベストは結構数少ないんじゃないかなという感じなんで。ベストは結構早めにソールドアウトになりそうな雰囲気ですね。えー、ベスト。 え、これは刺繍だね。刺繍でここ、ここなここは遠いマシーンなんだね、これ。シュプリームじゃないんだ。<laughs> あれ、シュプリームじゃないんだね、これね。遠いマシーンなんですね。シュプリームのロゴはどっかに入ってるんだろうか、これ。シュプリームのロゴ入ってないのかな。この前とかに入ってるのか。アイテム画像が今ちょっとないので、あ、ちょっと見れるかな。 前、あ、ここに入ってますね。<laughs> かなりうっすらと。あ、これだけなんだ。バックはトイマシーンなんですね。他のアイテムは全部ここの文字がシュプリームになってるんで、非常にコラボ感があるんですけど、これ面白いですね。コラボ感がかなり薄いというアイテムですけど、人気になっております。えー、これも日本でも多分、完売早そうですけど、アイテム自体が数少なそうですね、これは。 それからセーターも人気になりました。非常に怖いモンスター、悪魔が描かれていると。これ96年のスケートビデオのオープニングのアニメーションのこの非常に怖いモンスターが出てくるんですけども。そのシーンのモンスターを後枠として落とし込んでいるというセーター、フーデッドセーターって結構珍しいですね。まあ、シシプリムセーターはよく出しますけど、フード付きのセーターは割と珍しいアイテム。 これ袖にもバックにも。えー、で、フードのとこトップのところにシュプリムのロゴが入っていると。えー、このように、えー、フードかぶらず下ろしていると、バック、後ろから見るとシュプリムっていう文字になるというアイテムですね。非常にいいアイテム。ロイヤルの方が、ロイヤルとかブルーですかね。ブルーの方が少し人気が高かったような感じでした。 ほぼほぼ、あの、人気二分しているという感じでしたけども、海外で。え、ということで、フーデットセーター。それから、フーディ、フーディも人気でしたね。これは、ダスティーブラウンってカラーでした。オリーブブラウンとかっていう、新しいカラーかと思った。ダスティーブラウンっていう、ちょっとくすんだようなブラウンカラー。ということ。えー、で、ブラックと、あと、マジェン、マ、マゼンダ。マゼンダと、えー、ブラウンと、あと、 ヘザーグレーが出ますね。これはプリントで、プリントになっております。えー、そして T シャツ。T シャツが海外でそんなに動き良くなかったですね。このデビルキャットとか結構可愛いですけどね。コラボ感も非常にあって。まあ、このフィストティーなんかもそうですし、フィストティー。一個、えー、完売になっていたのがこのウェルカムトゥヘルのグリーン。 これは人気になっておりました。グリーンカラーは結構 T シャツ人気になりやすいですね。バックにウェルカムトゥヘルとシュプリームのボックスロゴが入っているという、まあ、非常にコラボ感のあるアイテム。えー、それからレオパードのワークパンツ。これ人気になりましたね。日本でもこれは非常に人気になると思う割れるアイテムです。このルックブックの着画がかっこいいですよね。えー、まあ他のアイテムシンプルめに無地とかで合わせるとこのレオパードのパンツとか レオパードのアイテムが際立って非常に、あの、おしゃれに見えると。他のアイテム、全、全身ブラックですけど、この人は。えでも、かっこよく見えますね。えそしてメッシュバックファイ5パネル。これもグリーンカラーこのカラーが人気でした。刺繍ですね、これはね。えブラックレオパードと、あると。JBL クリップ。これは、ポートブルスピーカーですけど、海外ではそんなに残ってましたね。数多いのかな、もしかして。 非常に可愛いアイテムですけれども、それからガチャベル、ガチャベルは人気になっておりました、それからデッキも人気になっていたと、デッキもいいですね、非常にコラボ感がある、インパクトもありますし、あの、インテリアにもぴったりですね、壁に飾ってもいいんじゃないかなというようなアイテムです。えー、ということで、トイマシンとのコラボ、そしてレギュラーアイテム、MA1 ベスト、えー、発売となりますけれども、えー、海外では、 完売にはなってなかったと。まあ相手もサイズ掛け等はあると思いますけれども、完売にはなってなかったと。このユーティリティベストですね。ポケット、ユーティリティポケットがたくさんついたユーティリティベストが、えー、ついている MA1 ジャケット。アルファ社のものですけれども、非常にハードでかっこいいですね。この人がブラックかなこれ。かっこいいですね。MA1 ベスト。結構ハードな印象になりますけれども。で、バックにこの、 シュペルオのトーナルロゴが入っていると、A。ベストのみでも使うことができると。このように。あ、これリバーシブルで、A、リバーサイドも使えると。ブラックがオリーブで、ネビーはオレンジになっていると。ベストもリバーシブルできるみたいですね。ベストも裏返して、A、オリーブカラーのベストにすることもできるというような感じでした。 それからサルベーションフーディー。これも人気でしたね。特にこのヘザーグレーと、あとなんだろう。ヘザーグレー。ヘザーグレー、ブルー、ブラック。このあたりが人気だったのかなジップアップフーディか。このバックの、これがいいですよね。シュプリーム、サルベーション。2024の頃。もう数字も入ってますけども。 それ以外に発売になるのがこちらのシャツ。それからチョーズン n のベースボールジャージー。これも人気でしたね。ブラックとあとこのデザートカモ。デザートカモのベースボールジャージーって非常に珍しいですね。デザートカモも人気になっておりました。チョーズ e n そしてポケティなどが発売予定。タイガーストライプカモ。そこからビニ,ニューエラビニーが出ますね。 あこれロゴが大きく入ってるのがいいですね。シュプリームっていう。これはスクリプトのロゴですけれども。なので、このフーディもそこが非常に人気のポイントなんでしょうね。このアプリケで、アプリケデザインでシュプリームのロゴが大きく入っているとバックに。フーディも人気でしたけども、このニューエラも人気になって全部ソールダウトになっておりました。海外では。えー、ということで、えー、今日は 海外での売れ行き、それから着画を見てまいりました。MA1 ジャケット非常にかっこいいですね。えそれから、トイマシンのアイテム、今週会のトイマシンとのコラボ、まあ、あの、初コラボですけれども、非常にいいアイテムが粒揃いで揃ってますね。特にやっぱ、フーディーとセーターが注目アイテムになっております。か、日本でもま、同じような動きになってくるんじゃないかなという感じで、あとベストも人気になりそうですね。えハリントンジャケットもいいですね。 なので、まあその辺は売り切れになってくるかなという感じで、えー、T シャツも日本だと、まあ、店舗だと結構あの T シャツたくさん出してくれるんですけど、オンラインだと全部すぐ完売になる傾向にありますね。なので、まあ,あの気が抜けないコラボになるんじゃないかなということで、えー、今日は着画も見てまいりました。じゃあこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。